男の名はご存知秋元康、あのおにゃんこクラブを手掛け、名曲川の流れのようになど過去数々のヒット曲を世に送り出した日本を代表する名作詞家である。秋元が思いついたのはテレビの画面を通して見る手の届かないスターではなく、劇場に行けば直接会えるアイドル。これまでの常識を打ち破る全く新しい発想だった。この募集を知ることができたのはある意味運。後に秋元はこんな風に語っている。ここぞという時に必ず打席が回ってくる長嶋や一郎のように、スターになる人間には必ず運が必要なんですよ。今からおよそ6年前、 AKB48 はこの小さな劇場からスタートしたのだった。 CD 不況といわれる現在、2006年の千の風になって以来、ミリオンを突破したシングルはたった6枚しかない。そしてその全てはなんと AKB48 の作品。どの世代からも好かれてる感じがするので、カラオケとか行っても絶対 AKB 歌うし、うん、どこを見ても AKB 総選挙の結果が載っております。まさに AKB の一人勝ち、日本総 AKB 化と言っても過言ではない。おととし発売のヘビーローテーションは年間カラオケランキングで未だに1位。さらに CM 起用者数ランキングでトップ15中12人もの AKB の名前が並び、1位から4位は独占という異例の状態。一説には AKB の経済効果は300億円とも言われている。メンバーと直接触れ合える握手会が開かれると、大人から子供まで数十万人が集まる異様な光景。 P8 の皆さんが買ったフライングゲットに決定いたしました。レコード大賞への挑戦が始まったのである。頑張ってくれたことみんなよく分かっています。そして感謝しています。
場一努力か。だったら多分終わります。会えば発動。大島優子。レコード大賞ってちょっと特別な賞なんですね。どうしても欲しいですね。日本レコード大賞は AKB48 の皆さんが当たったフライングゲットに決定いたしました。一言声かけてあげてください。本当によく頑張りました。5年間、よく頑張ったと思います。では第53回レコード大賞 AKB の皆さんでフライングゲット。私前田敦子は AKB48 を卒業します。隠れてしまった。